掃除した方がいいんじゃない。いや、うお、びっくりした、うお、びっくりした。な、何やってんの。いやいやいや、何やってんの。オーナー、何やってます。え、オーナーやってます。オーナーやってんの。はい。え、だとしたらさ、ここのさ、階段もうちょい掃き掃除した方がいいよ。これはやっぱお客さんが来るときにさ、ちょっとこう、汚いかもしれないじゃん。はい。多分、こういう暇な時間帯とかに、はい、ちゃんとこう、綺麗にしないと、やっぱりこっからお客さんがこう、ウキウキしてくるわけだ。そうです。そうでしょ、はい、ここだけじゃないのわかる。はい。そうでしょ、階段もやっぱ綺麗にしとかないと。そうです、ありがとうございます。びっくりした。もう結構広いね。いや、めちゃくちゃ広いんですよ。ちょっといいです。すごいね。まあ、オープンしたということで、はい、うっそ、お土産をした。マイブ首になった。首になったじゃないか。クリア、クリアになりました。で、あ、これもしよかったらお客さんとかこのパワーグリップなんか使ってみて。あ、ありがとうございます。首になったよね。首に出ました。首になった。はい。これちょっとよかったな。あ、はい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 。ありがとうございます。めっちゃあるじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、あと、ノートとか取ってんの。え、ドロップできるの。これできるんですよ。重さつけると全然変わります。ちょっといいですか。そう、あ、はい。岡田先生がこれ開発してるやつ。そうですね。なのでもう角度とか角度とかいいね。このスイッチはいいね。いいですよね、うん、で、これだけじゃないんですよ、うん、驚くポイントは、はい。他は他はですね、これなんとこのまま、うん、さやさんうん、座ってやるレッグカールが好きじゃないと思うんですよ。そんなことない。あ、本当ですか、うん、じゃあなんか、まあ、手そういう手でして、はい、好きじゃない手でして、うん、好きじゃない手でして。あ、すごいね。なるほどね。これでレッグカールが、あ、ドローンでいけるんだ。そうなんです、できちゃうんですよ。これ画期的だね、はい。あ、しかもこれすごいあれだよ、ストレッチとかあるね。めっちゃいいんですよ。もういろんなところにいろんな工夫が。さすが岡田先生だ。岡田先生が作ったの。そうです。岡田先生も監修して、もうめちゃくちゃこれすごい、はい、悩み悩んだらしいです。すごいわ。なるほど。これは、あ、これはもうただの、まあ、ショルダーなんですけど、これも一緒でドロップができちゃう。でもさ、ドロップっつってもさ、プレート抜いた方が早くないって思うじゃないですか。それ、パーサルだと、うん、よいしょ、よいしょって2つ目に。そういうことね。そうっす。これでドロップできる。そうなんですよ。え、実際つけてみると分かります。ちょっとやりたいかもしれない。これ今、こっちが一番軽くて、うん、重くてなんで、うん、これで違うんだ。違います。本当に違うんだ。あ、違うですよ。ほら、あ、違う。なんか3キロぐらい違う。もっと違うかも。これもう何もない状態だと10キロなんですけど、今一番下げてある方だと、こう一番下だと5キロになります。半分ぐらいになります。でもこっちが15キロで、こっちが20キロってことですね。そうなんだ。なんでここシオンバーグ。違う違う違う、シオンバーグ。違う違う、ジュラシックパークで言うのシオンジムです。ジム、はい、公園じゃないですか。でも、ハックスクワットはないよ。絶対言うと思いましたけど。絶対言うと思いましたけど。ハックスクワット置かないの。え、置かないの。今日俺とハック社長が来たのは。ちょっと待って、嘘でしょ。嘘でしょ。今日俺とハック社長が来たのはさ、そういう、本当にそういうことでもあるかもしれないじゃん。やっぱり10年ハック必要かな。必要でしょ。え、待って、ハック欲しいでしょ。やっぱりさ、10年ハック必要だな。だってこんだけスペースあってさ、置かないのはダメじゃん。このスペース、これ何坪ぐらい？これ80平米、まあ25、6ぐらい。あ、じゃあ大冒険よ。はい。このね、あの、本当に今焦ってる、髪抜けそうなんですけど。マジで言って。
ってるんですか。あの業者がもうね来てます。嘘でしょ。業者の方が来てまして。呼んじゃいますか。呼んじゃいますか。じゃあマジでよっぽ。マジでありがとうございます。ちょっとよっぽマジで、ね、ありがとうございます。どこ行くの。ちょっとじゃあ呼びますか。はい、いいさんです。開けてもらって。はい。あ、そうなります。おはようございます。あの、搬入で搬入で何の搬入ですか。マジでマジでよろしいですか。やべ、半身で、すごい。マジ。まあちょっとバランス分解とかしてるから、まあ、ああ、できたりもするみたいな。はい、はい、こっちオッケーです。はい、オッケーです。はい。オッケーです。はい。よいしょ、よいしょ。すごい。そんなことしました。すごい、お話しして。お話しました。いや、すごい。え？え、開けていいの？開けた方がいいと思う。頭おかしくないですか？本当に。いいんすか？お願いします。じゃあまだ部品も来るから。はいはい。マジか。ついに俺もハッと言っちゃう。じゃあ、すいません。いや、めっちゃハックスタート。おめでとう、ジム、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいよ、だって大の大人4人がさ、サイベックスモデルです。いや、どうでもいいですよ。おそらくこの角度とか、この角度とか、おそらくこれサイベックスモデルだと思うんですよ。でも、やっぱガムテープ職人ここまでやらなきゃ。ちょっと一歩くらい。してね。ね、あの、コチョーラ持ってくれたじゃないですか。もう本格が来てないんだよ。こちらだ。え？本川が来てないね、こちらだ。だって必ず持ってくって言ったの。あ、やべ、やべ、本当に頭がおかしくなりそう、マジで。4時間ぐらいかかったの。ですよね、うん、これ分かんないですか。ジムになりました、マックスカット。あ、これでようやく、うん、ジムです。何した。いいって、もういいよ。え、それもういい。あ、これ、どこまで付属品。すごい。ガチだもん。20秒でしょ。はい、つくんかい。すごいな、つくんだ。あ、キザーバンド。キザーバンド。お、すごい。こうだ。あ、もうすごい。ちなみにあのプレート使わないとここに、あ、それ、うん、あの設置できるんです。ちゃんと、ちゃんと。ハックスクワットの本気。やっぱガチの、ガチの雰囲気。ガチの雰囲気。ガチの雰囲気だ。ありがとうございます。じゃあドッキリ大成功ということで。ドッキリ大成功。ありがとうございます。おめでとうございます。